どうも、風林火山のアーサーです。僕は入って、半年ぐらいの新人なんですけど、代表さんからこういう仕事、こういう取材をいただいてありがたいなと思ってます。で、僕がこの仕事を始める前までは本当にホストっていう人がすごく嫌いで、お酒飲んで女の子と楽しく話して、それでお金稼いでるって思ってたんですけど、いざ自分がこういう仕事をやってみると全然もう違くて、自分が思っているように簡単な仕事じゃないなと思って、すごく大変でした。でも今ではすごいいろんな人と関わりますし、いろんな体験ができてすごく楽しい仕事なので、この仕事が僕にとっては誇りです。なのでこれからも頑張って上を目指していけるようにしたいです。好きなことで生きていく大阪南ホストクラブ風林火山。